マーチの過去問の解説は使い物にならんっていう話をします。せいぜい解説が1行2行ぐらいしかなかったですよ。そう書いておいたら文句が出ないからなんですけどね。解説がすごく淡白だとか問題集との落差が激しいんですよね。おはようございます。始まりましたモチチャンネルです。今回はですね、平田瀬也、どうも早稲田合格塾代表の平です。今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。誰なんかよく僕に似てるって言われる人。あ、リッコさんね。そう、はい、教えたらさ、どっか大学通してあげる自信あります？いやー難しいな。デジタルハリウッド代とかさ。なるほど、わかりました。物作り代って知ってる？知ってる。昔自分が高校生だった頃とか、よく模試のあれに書いて、うん、A 判定返ってきて喜んでたんだけど。物作り代、何をする大学なんですか？そこ物作る、なんかスキャンダルがあった大学ですね。あ、そうなんですか。加計学園みたいなさ、うん、ああいう感じの、はいはいはい、なんか問題が起こってできた大学だった、うんうん。なるほどね。まあ、今回はそんな問題、マーチの過去問を解くというね、全然関係ない、全然問題関係ないんだけど、はい、問題でかぶせて、はい、その問題ではないが、マーチの問題を解くことについての話をしようみたいなね。悪くないだろう、はい、あのちなみに今の僕のこれ古文勉強してる方ね、吉野先生の授業でよくね、何々のあれではないがこれこれのようだっていう掛け言葉ね、和歌の勉強するときによく出てきますから、あ、平先生のあの時のあれみたいなことかなって思っておいてくださいね。その物作り台の問題ではないが、マーチの過去問の話をしようみたいなね。和歌がわからない。さあ、和歌がわからない。はい、まあ難しいからね、はい。はい。今日はですね、まあそろそろもうね、夏もね、こう始まってきたっていうことで、まあ夏のうちにですね、割とまあマーチぐらいのところから過去問に入っていこうかなっていう方も増えてくると思います。なので、今日は題して、マーチの過去問の解説は使い物にならんっていう話をします。おー、うん、まあちょっと赤本ディスな話になってしまうんですけれども、はい、ただね、ちょっとみんな赤本に頼りすぎ、うんうん、そういうことじゃないんだよっていう話をねちょっとしたいと思います、うんうん、なんでそういう話になるかっていうと、特に浪人生なんですけど、はい、マーチの過去問とかを初めてやってりましたと、夏になって、うん、去年 やってなかったけどちょっと今年はやってみようかなみたいな感じでね、やってみた時に結構びっくりする子が多いんですよ、はい、なんでかっていうと、赤本開いてみてください。明治とか立教とか法政全部見てもそうですけど、せいぜい解説が1行2行ぐらいしかなかったりするんですよ、うんうん、ポン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 みたいなね、うんうん、例えば英語だったらさ、下線部語彙問題とかあるじゃないですか、はい、どう考えても知らない文脈で判断させる問題なのに、はい、語彙一発の解説しか書かれてないとかさ、あ、まあそうですね、こういう意味って書いてあったりしますね。そう、うん、まあ、なんでそういうことが起きるかっていうと、まあ、そう書いておいたら文句が出ないからなんですけどねまあ、まあ、そうなんですね、うん、そう、そういうことなんですよ。あれ裏話はもちろん字数の関係とかもあるんですけど、いわゆるこの語句はこういう意味だからって言っておけば文句が出ないんですよ、だって文句言いようがないじゃないですか。そうか、うん、解説こうこうこうだからとかっていうと文句が来たりするってこと。あ、うん、来るって、うん、教学者の方が言ってた。まあね、それ確かにね、そうなんですよ。授業でもではこういう文脈で、うん、こうこうこうとかってやると、ここを見たらこの文脈だったらこれいけるじゃないですか。そういうこと、そういうこと。でもさ、もう意味違うんだもん。うん、そういうこと、そう、ある意味違う、ある、超ある、それ、うん、ここを見たこうだからって、あなたがそんなこと文脈でって言ってきたって、わかる、この単語の意味はこういう意味なんだから、うん、それしか入らないじゃんっていうね。そうなんだよね、うん。まあでもね、我々予備高校生の仕事でもあるんですけどね、崩しっていうのはね、そんなこともありますが、マーチの過去問をやる上でのちょっとこうスタンスをね、今日のこの動画でね、まあ、皆さんにね享受できたらと思っております。苦情が来るからだったわけですねそういうことじゃないと、決して赤本のね書く人がにしかもらってねえから、うんうん、もうこんなのやってられっかみたいなことに書いてるわけではないってことですね、うんうん、あ、でもにっ言い方ですよっていうのを聞きましたよ僕。あ、だから英語だからだ、色つけて断ったけど、うん、でしょう、はい、はい、ということでちょっと話戻して、マーチの過去問見て解説がすごく淡白だとか問題集との落差が激しいんですよね。問題集ってすごく丁寧だから、解説がで、挙句の果てにもう赤本クソだとか言っちゃう人、そうじゃないんだよっていう話をねちょっとこうしていくんですけど、そんなこと言ったってしょうがないじゃないですか。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。しょうがないじゃないか。そうそうそう。マーチの過去問やる上でなんですけど、皆さんに意識してほしいことがあります。それをちょっとね、聞いていただきたいんですけど、マーチの過去問っていうのは、過去問のあの後ろについている解説を解説だと思うスタンスはもうやめてください。これ大事なことです。マーチの過去問のあの後ろについているのは解説ではなくてヒントだと思っておいてください。あれはね、あれで解くのはちょっと僕も正直無理だと思ってます。あれをヒントぐらいにして、じゃあ皆さんはどうしたらいいかっていうと、あれをヒントにして自分で模範解答と設問との間をつなげる実力を過去問に挑むまでの段階で問題集や参考書
あるいは塾の授業等で育成してください。ここが重要なんですよ。僕ら予備校講師なんかもそうなんですけど、模範解答を見て、設問見て、でここの間を解説をただ読んでるだけだったら、それ予備校講師いらないですよね、うん、違うんですよ。僕たちっていうのはこの間をより丁寧に分かりやすくつないであげて授業するっていうのがまあ仕事だったりするんですよね。では皆さんにも僕らの仕事みたいなことができるようになっていただく必要性があるんですよね、マーチの学問においては。うん、やっぱりただね、解説に頼って理解しようっていうスタンスだと、なかなかマーチの過去問をうまく扱うことはできません。なるほど。なので過去問の解説はヒントに、であれをヒントにして自分で模範解答と設問の間をつなぐ、ここのロジックの部分をつなげる力を育成する、ここを大事にしてください。いいかな。そのための問題集参考書お願いします。過去問、じゃあどれぐらいやればいいかっていう話もちょっとしていきたいと思うんですけれども、うん、まず過去問に関しては、僕はまあ早稲田に関しては3年をもって初心とし、10年をもって極みとすっていうふうによく言うんですけれども、うん、まあ、これはもう極真空手の言葉で、うん、あの空手の修行は千日をもって初心とし、万日をもって極みとすって言葉があって、それをもじってるんですけど、割とその通りで、まあマーチにしてもそうなんですけど、3年やるとね、割といろんなことが見えてきます、うん。3年まず結果が出ないとかさ、そういうことあるにしても、3年ちょっと丁寧に頑張ってみてください。繰り返し解き直しもする、復習もする、間違えた問題もよく考えるって。3年一生懸命やってみてごらん。いろんなことが見えてくる。時間の感覚もしっかりと自分の中に落ち着いてくるから、頑張ってやってみてください。で、3年やった上で、今度ね、何が見えてくるかっていうと、自分に足りない力とか、自分に足りないレベルみたいなのが、なんかはっきりしてくるんですよ。自分にはまだこのレベル解けないのかもなとかね。でそうなってきたら、今度何するかっていうと、また問題集に帰るんですよ、うん、ちょっとレベルもう少し高めな問題集やってみようかなとかで、自分の習熟度を高めていくんですよね。でまた過去問にしばらくして帰ってくると、結構できるようになったりするんですよ、うん、なのでさっきのロジックの部分も、ね、そうそう、よりもうより見えるようになってくるから、うん、もうロベルト・バッジョみたいな、見えないものが見えるようになってくる。わかんないよね、イタリア代表、うん、なんか PK 外した人じゃなかった。そう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 なんですよ。見えないものが見えるようになってくるから、よりなので神様が外させたバッチョの PK とかじゃなかった。あったあった、そう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 、ポニーテールのかっこいい人なんですよね。ポニーテール、ツインテール、ツインテール変態、ポテールアップって、ツインテール知らないよね、うん、知らなかった。 TikTok 知らないからいい。あ、はい、すいません、はい、っていうことなんで、まず3年頑張ってみてください。で、まあ、マーチに関しては、何年分じゃあ最終的にやればいいですかって話なんだけど、マーチに関しては、5年やれば十分だと思います。うん、5年。で、まあ、一つのね、こう、赤本の冊子に、まあ、2年とか3年しか載ってないことも結構あるから、古本とかにも手出してください。5年やれば、まあ、十分。6年以上やる必要性はないと思います。なるほど。うん。なので、まあ、ほら、他の学部とかもあるからね。そうですね。ぜひちょっとね、そういう形でやっていってくれたらと思います。はい。頑張ってください。プロセスの部分がね、うん、重要で、まあ、だから本当はね、角川のね、はいはい、ありましたね、の過去のシリーズで、うん、そういうプロセスもきちんと載ってる、うん、めちゃくちゃ詳しくて、あれ詳しかったですね。そして色もいろんな色使って、うん、それでもどんな色が好き、何その歌、知らない、知らないの、知らない、お母さんと一緒見てないの、お母さんと一緒か、知らない赤い色が好きって、知らない、あ、テレビなかった、半地下だからだ、なんで半地下、そうそう、で黄色をね、赤じゃなくて黄色をなったんですけど、うん、それでね、だから予備校講師たち使って解説も詳しいって言ったけど、うん、元が全然取れませんって言って、ね、ああやっぱりそうなんだね、本当はだからマーチも全部出る予定だったんですけど、はい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 、そうだ、カンカンドリスとかも全て出る予定だったのに、うん、もったいない、みんなもっと買ってれば、うん、もっと見てくれないと森鉄チャンネルも終わっちゃうぞ本当にあれもったいないなと思って、まあ僕らは書いてる側たちは肩の荷が落ちたんですけどね、うんうん、そんなせっかく作ったのにって思わなかった。いや、まあそれはあるけれども、やっぱりねしんどいっす、やっぱり僕ら総計担当だったから、ーマーチの人たち羨ましいなって思いました。総計のやっぱね解説はしんどい、長いんだもん、長いもんね、そういうのとかはね大変、うん、そうなんですよ、だから全然違うレベルなんで、マーチはぜひ、まあ、ただね、まあ、枠がちっちゃくなってね大変なんですよね。そうね、大変ね。ちなみに今度もうちょっと用意してあるんだけど、 2,3 年前からほら首都圏のこう次第志望者の絞り込みを行ったじゃないですか、はいはい、首都圏から人をまばらにするっていうので、はい、それに関してあれ全然意味なかったねっていうことのお話を今度用意してるんで楽しみにしていてください。はい、ということでした。はい、ここはキャスにおいでいただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。